のぶかず建設株式会社は、大阪市中央区に本社を置く日本の建設会社であり、のぶかずホールディングス株式会社参加のゼネコンである。賃貸住宅着工個数が、近畿エリア第2位、全国第6位、ルネス広報受注旨数、倉庫数では、全国1位の実績がある。2021年、大阪府健康づくりアワードのスピンオフ企画、職場で、 県活住大賞特別賞受賞。関西、東京を中心に分譲マンションと賃貸マンションの建設を手がけている。開発部門の信和不動産とともに、不動産開発事業も行っている。土地のオーナーに対して、土地活用、マンション経営を提案し、企画、開発から、設計、施行、竣工後の仲介管理、事業経営までを一貫して行う。 ワンストップサポートを実現している。マンションのほかホテル、介護施設、商業施設、オフィスビル、駐車場、天然温泉施設、貸し会議室など様々な土地活用の実績もある。スケルトミン,ンフィル工法を推奨し、建物の長寿命化に取り組んでいる。温浴施設付き賃貸マンションや、屋上菜園付きマンションなども手掛ける。ルネス工法を積極的に採用し、 リノベーションを簡易化するとともに、床下に収納スペースを設けるなど、喜ばれる建物づくりをコンセプトとしている。グループの企業理念は、1、人の喜びを自分の喜びとする。1、人々の豊かな暮らし、社会の進歩発展に貢献する。1、永久に進化し続ける。である。信和グループのイメージキャラクターとして、歌舞伎役者。 片岡愛之助を起用し、2014年から現在まで、CM 放送中。信和グループ提供番組、ハットエビー信和建設株式会社第62期決算広告、大阪府、報道発表資料、職場で、県活住対象受賞結果の発表について、産経新聞西日本版と夜中市立、文化芸術センター、ありがとうございます。